え、これライト買いました。りょう様です。へーへーへーっていうね、これネタわかんない人いるだろうな、若い子とか。ここにかけつけときます。ぶら下げ式のライトにしときゃよかった。りょう様です。ですね、今回はリクエストをいただきました。 LGBT について語ってほしいと。まあ、もともとその人は僕のね、その人は僕のネット友達で、まさにその当事者で、まあその LGBT というか、まあそのね、その性と体と心の性が、まあ、一致してないっていう悩みを抱えているその当、まあ、その当事者で、で僕に対して、で僕の意見を聞かせてほしいというふうに言われたんですけど、ちょっとその場で返せるような言葉なかったんですよね。なんでかっていうと、僕はそもそもあんまりそれについて考えたことないし、実際これまでほとんどツイッターでも、まあ、動画でもほとんど触れたことないじゃないですか。なんでかっていうと、まあ、すげえデリケートな問題っぽいって感じがあるし、まあ、こういうふうにさ、あんまり考えたことがないっていう僕の意見に対して、それに対して怒る人絶対いるよね。絶対いるだろうし、真剣に考えている人ほど。かといって僕はそれについて何か喋ったところで、その安易なね、その船舶な、ね、知識で語ったところで、逆にそれに対して怒る人は絶対いる。黙っても怒られるし、喋っても怒られるっていうようなイメージがあったんですよね。だからちょっと、まあ、それと、なんかそれ、だから触れづらいなって思ってたのと、まあそういう人たち、そういうものに対して詳しくちゃんと調べたり考えたりしてる人たちの意見は僕は、まあ、Twitter とかでフォローしてるんで、まあ、流れてきたりはするんだけど、僕がちゃんと自分で考えて構築した価値観っていうのは僕の方になくて、どうしても僕が語ったところでその人たちの有識者の受け売りかつ介護官にしかなんないんじゃないかなと思ってたんですよね。まあどうでもいいと思ってるんじゃなくて、有識者に任せようって思ってたスタンスなわけで、まあいろんな意見があってさ、まあ例えば体は男性なんだけど心は女性の人、トイレとかどうするのもんっていう話とかで、まあ、そういう人はもう女子トイレに入ってもいいでしょ、心は女性なんだからっていう意見も聞けば、逆にそれに対してそれだと、それ認めちゃうと、それをね、大義名分にしたらその性犯罪みたいなのが出てくるでしょみたいな意見もあったり、絶対それ両立させることできねえ問題みたいな感じになっててさあ、まあ、実際ね、まあそういう例えばね、悪ふざけで明らかにそれを盾にして、その言い分、まあ、心は女性なんですみたいな感じのことをね、盾にして、まあ、女トイレに入る、女子トイレに入って、まあ、ちょっと撮影するみたいなことをやってるやつもいるし、でそれに対して、で僕が意見がさ、僕のと意見が対立した人に対して、僕はその件を、まあ、問いかけたんですよね。その男性差別に反対するみたいなことを言ってる人に。そしたら、いやまあその人は全然問題ないですねみたいな感じのこと言ってきてさ、明らかにそのなんだろう、その中立的な、まあ、回答とかそういうの模索した上での回答じゃなくて、明らかにそのね、価値観とか正しさとかそういったものの上げ足とか取ってきて、いや全然問題ないですねとか、まあ、完全に悪ふざけでやってるようなタイプで、まあ、そうやっぱそういうのなんかそういう風にするべきだとかいうやつ、まあいや体は男だけど心は女なんでみたいな感じで、明らかにそうじゃないやつが、まあ、それをまあ上げ足、そういう言い分でやってくるみたいな、やるやつ、そういうやつも絶対出てくるし、まあ、実際そういうその意見を支持するやつ見たし、僕もこいつマジで気持ち悪いなと思った。もうなんでその人がそういうことを言うようになったんだろうなっていう風には思いましたね。なんでだろうね。まあいろいろあったのかな。で僕にとって、まあ、その自発的に考えるきっかけみたいなのが特にない。僕の友人にもそういう人いないし、まあだから、まあ、そんな本当別に有識者でも何でもない、もう全然もう知識とかほとんどないような立場、本当一般で一般人の立場っていうのが僕のあれなんですよね、僕の立ち位置で。まあじゃあ、まあ、その立ち位置で、まあ、ある、まあ、表現だったり僕が見たものについて僕がどう思うかっていう観点で、まあ、話していこうかなっていうふうに思いますね。思いました。まず僕が性同一性障害っていう言葉を初めて知ったのが、昔小学生の時か中学生の時見た、確か何だったかな、まあ V よ、ちょっと帰り道こっちであったっけ、あのある女優、ちょっと帰り道こっちであったっけ、ちょっと待って、これ右曲がるじゃなかったっけ、もういいや。
あるさ、あのある女性が、ある女性っていうか、あるまさにその元その心は女性なんだけど体が男性として生まれてきた人の過去のその芸能人だったかな、過去のその経験談っていう感じ、ヒストリー、バックストーリーって感じの再現 VTR みたいな番組をテレビ見てたんですよね。でその人はまあさっきも言ったけど、まあ心はその体は男性として生まれてきたんだけど心がその女性で、まあ、ずっと違和感があって、例えば幼少時はその女の子とばっかり遊んで、ママごとばっかりやとかやってて、綺麗な可愛い系のお人形遊びとかやってて、で母親はなんかそんな自分を心配してて、まあそう男の子なのになんで女の子とばっかり遊んでんのこの子みたいな感じで、で父親はまあね小さいからねそういうこともあるんじゃないのっていう感じでまあ楽観視してて、ね、ここ右だったよな、でいつもと違うルート書いてるんですよ、いつも違うというか、あの違う現場でやってるからこれ合ってるね。でさ、でだんだん成長するにつれて、その子はその人は、まあ、自分と周りとの違いがだんだんその違和感みたいなだんだん感じてきて、でまあでも親に親の理解が得られないような状況、母親のね、でもう可愛いお洋服とか着たいんだけど、まあ男がそんなの着るのおかしいみたいな感じで、だから可愛いお洋服手に入れたんだけども、手に入れてもうこっそり着たりしてるんだけど、何回か着たりしてるんだけどもう何回か着たらもうだんだん汚くなってくるじゃないですか、もうそれ選択するべきなんだけど、その選択したら親にバレるからもう諦めてもう捨てたりとかしてて、である日で母親からそれバレて、で母親から言われたんだって、あんた気持ち悪いのよっていう風に言われて、まあ、それでずっと、ね、ショックとして残ったんだと。まあその母親さ、あれだね、やっぱ当時、まあ、20年30年以上前の話だと思うから、まあ、これ当時のさ、まあ、そういう人に対しての理解度が全くない時代だったんだろうね。まあ今でこそ、まあ、こういう、あそういう人もいるんだなっていうのは、まあ、誰でもある程度知ってはいる程度の時代ではあるじゃないですか、認知度っていうか、まあ、だからああそういう人もいるんだなぐらいに僕も思えるけど、まあ、その時代だったらなんかあれはね、そう自分の理解できない何かに対する嫌悪感みたいなのを出しちゃうんだろうな。でも自分の子供に対してそれを言うのはね、結構まあ悪いことを、悪い選択をしたなっていう、悪いことを言ったなっていうふうに思います。まあ、自分の理解できないものをとりあえずか否定する、まあ、気持ち悪い、こいつわけわかんねえとかいうふうに解釈することによって、相手の方を否定することによって自分の認知、そういうふうに自分の常識とか認知を守るって、こういうのはまあ自分の何だろう、その脳内の認知、理解度とか認知とかそういうものを守るための、まあ、真理なんだろうなって思ってます。まあその母親を擁護するわけじゃないんだけど、まあね、まあ、理解度がないとこういうことが起きるんだっていうふうには思いました、その VTR で。でまあその娘さん子供さんはもう大人になって、もう自分で金貯めて、もう性転換手術受けるってことに決めて、もうそれでもう親と縁切って、でもう性転換手術して、もう完全に体の方も女性になって、でその後なんやかんやあって、もうさあその親ともまあ感動の再会みたいな感じ、和解みたいな感じになってたんっていう、いうのがラストでした。で僕はなんか納得いかないところあったね。なんかだってその母親全く自分の方から歩み寄る姿勢見せずに、まあその子供さんの方だけで、まあ、全部努力してさ、まあ、変えてさ、その自分のね、その問題解決して、で母親なんか感動の再会とかさ、まあなんか最後の感動だけもらおうみたいな感じがなんか気に食わないっていうところありました。でもまあこれはドラマみたいなフィクションじゃなくて、まあ実話だからね、まあそこに描かれてない VTR で描かれてなかった親の愛とかもちゃんとあったのかもなっていう風には思ったりもします。まあ、それよりもっと幼い時からそういうのを見た、そういう表現を見たのが、まあ、小学生の時に、まあ、前に語ったポケモンカードになったわけっていう漫画があるんだけど、まあ、それの最終回の話で、まあ、小さい子供2人が、まあ、かっこいいポケモンの人形、雨降ってきたな、かっこいいポケモンの人形を戦わせる遊びしてて、いつかかっこいいトレーナーになろうなってお互い約束しててさ、で、まあ、成長して、で一人はだけどかっこいい男になりたかった、だけど俺は女だっていうね風に言ってて、でその子供うち2人のうち1人はまあ体、心が男の子で、まあ、体は女の子みたいな感じの子だったんですよね。でまあ成長してさ、まあ、中学生だったかな、中学生になって、
で母親からあんたもう中学生なんだからもうちゃんと女の子らしい格好しなさいって言われて、でいやいやそのミニスカート履かされて制服とかミニスカート履かされてって感じになって、でね、まあ、女の子らしい、その女の子らしさを求められてさ、もういやいややらされて、でポケモンの世界ってその何歳から、まあ、ポケモン持っていいみたいな、なんかそういう決まりが あるんですよね。 でその子はその主人公は、まあ、俺がその何歳になった時その誕生日にかっこいいポケモン買ってくれよっていうお母さんに言って、で分かった分かったみたいな感じ で誕生日パーティーでそのモンスターボールもらって、でそれ開けたら出てきたのピカチュウで、なんで可愛いポケモンなんだよって言って怒って、その誕生日でさ誕生日パーティー飛び出していってっていう、自分の思い通りにいかない、かっこいい人生にかっこいい男になりたいのに、まあ可愛いよ周りから可愛いを求められて、可愛い女の子を求められてっていう、まあそんな中でその心配をしてた友達の方、まあその友達の方はストライクっていうかっこいいポケモンまあもらってて、いいじゃんピカチュウだってって言ってくるんだけど、いやお前ストライクとかかっこいいポケモンもらってんじゃん、お前いいかもしれないけどなっていう、そんな中で確かオニスズメだったかな、なんかスピアだったっけ、なんか凶暴なポケモンの群れに囲まれるんですよね。でその中でやべえってなってる時に、そんな中でそのピカチュウ誕生日もらったピカチュウが、まあ、全部やっつけてくれて、でピカチュウお前すげえかっこいいよってなって、まあ、かっこよさっていうのは見てくれじゃないんだっていう風に納得するっていう話だったんですよね。まあこの漫画さ、その30年近く前の漫画でさ、もうその時でもうその時代にもうこういうのさ、さっき言い通りするっていうね、その姫野影正さんはねやっぱな、まあすげえなこういう大学って、その時代で、でもうね、でもこの漫画に出てくる母親、まあ当時の時代らしいといえば時代らしいんだけど、まあ今の時代だとすげえこの母親の方が悪いっていうことになるだろうね。そう無理やりスカート履かせるとかさ、まあいや女の子だ、今だったらいや女の子だってズボン履いてもいいだろうみたいな話になるし、まあ、別に可愛いっていうのは別に可愛いは他人が求めるもんじゃないみたいな話に絶対になるだろうし、まあそんな感じですね。その時はその小学生の時その漫画読んだ時は、ああなんかそういう性格の女の子なのかなぐらいにしか思わなかったんだけど、もしかしたらまあその、ね、本当に心は男でっていう感じのあれだったのかもしれないし、まあちょっと今だっては分かんないけど、あとこれは割と最近の話なんですけど、あのツイッターで、まあ、流れてきた、まあ、ショート短い動画なんかあるじゃないですか。なんかこう TikTok とか Twitter とかで、まあ、なんか子供を持ってる人とか、まあ、ペットを飼ってる人とかがなんかそのなんかそのペットかあるいは子供とかのなんか面白い仕草とかをその動画にして、そのちょっと笑いの種にするみたいなやつあるじゃないですか。そんなノリで流れてきてある動画なんだけど、あの3歳から5歳ぐらいの女の子がさギャンギャン泣いてて、で理由がその仮面ライダーゴーストっていう、まあそのね、仮面ライダーの変身ベルトのおもちゃが欲しくて、欲しいんだけど、いやあんた女の子なんだからそんな男の子のおもちゃとかおかしいでしょみたいな感じで、そう買ってもらえないみたいな感じ、それですげえギャンギャン泣いて、そんなんだったらもう頭はげてはげてもいいからもう男に生まれたかったっていうギャンギャン泣くみたいな。それでもう周りの大人たちはそれ見てもう、まあ、子供の気候っていうか変なことで泣いてるみたいな感じの感じで笑ってて、まあ、そういう面白動画みたいなノリで流された、まあ、動画なんですよね。でまあさすがに僕それ見てちょっといやそれかなりかわいそうじゃないみたいな風に思いましたよな。今の時代でまあこんなこういうところに対してもその理解のないね、まあ、子持ちでさ、まあ、そんなまあ人もいるんだなっていう風には思っちゃったよ。やっぱり今の時代だからさ、いや買ってやりゃいいじゃんっていうね。でこれ金が足んないとか、お金、まあそのベルトが高いとか、まあまあ、それからまあその直前にもう別のおもちゃ買ってもらったでしょとか、そういう理由で、まあ、買ってもらえないとか、そういうんだったらまあちょっと、まあ、笑えるところもあるかもしれないけど、だからさ女に生まれたからだからもうダメですみたいな感じだと、それってもうチャンスないじゃん。もうチャンスがないからさ、もう可能性がないじゃん。それに手に入れられるっていう可能性がないっていうのを突きつけられた感じの、その理不尽っていうか絶望感みたいな、絶望感っていうかさ、それってかなり悲惨っていうか、かなりもう結構人生引きずるほどのトラウマになると思うよ、それは。まあ、ね、まあ、かなりかわいそうだなと思ったよ、あれは。笑えねえよ。まあだからそういった一連の話であったり、まあ状況、まあ、表現であったりを見てそういう風に感じたんで、これからの時代、ね、その LGBT の、まあ、その性と心と体の性が合わない、合っていない人っていう、合っていない人、つか、まあ、3人目の3個目では女の子の話はただの
別に性がどうとかいう話じゃなく、ただのその趣味とか思考の話に過ぎないんだけど、まあそれでもまあそう、あれじゃん、そう、雨強くなってきたな、まあ、だからそういう男はこう、女はこうみたいな、そうあるべきみたいなことがちょっと見直されてつつあるこの時代、それに対してのね、まあその時代の変化つか流れに対して僕はまあ賛同してるっていうか、まあ別に反対する理由もないし、まあそういう人もいるんだよっていう話つか理解度を広めること自体、僕もまあ場合によって協力する時もまああるかもしんないっていう感じ。たださ、あのまあもう一つさ、話変わるんだけど、言いたいことが、すげえ言いたいことあってさ、まあ、LGBT の当事者だとか、そのね、その別の自分、その性別ごとの違うそのおもちゃとか趣味を欲しがる人とか、まあ、そういった当事者じゃなくて、そういった当事者について語る別の人についてちょっと言いたいこと、そういう視点の立場の人について言いたいことある。当事者じゃない人、当事者じゃなく、なおかつそれについて語る、あれこれ語る人たちについて、まあそういう人たちじゃなくて、その人って、そういう人、それを語る人のある傾向を持つ人について僕は言いたいことある。あのさ、あの